どうもーかげやんです、えー、今日はね今週のぼやきなんですけどもえーとですね、えー、今日はで木曜日いつも水曜日にこうとるんですけども今日は木曜日ということでえー、お酒をねちょっとこう週1回にこうしました週1回。 週2回飲んでたのを1回にしましたまあちょっとさっきお酒を飲みましょう久々の、えー、これがハイボールいつものようにハイボールですねいただきますあうまいうまいんですが今日はねちょっとせっかくも、えー、お酒を週2日飲むんじゃなくて1日にしたということで先週もちょっと言っててねそんなにこうお酒飲みたくて飲んでるかなとかいろいろこうあってですね それで、えー、週1回とで。休み前は飲みたくなるかなと思いながら、こう、水曜日になったんですけども、まあ、えー、飲まんでいけるやろうということで、水曜日やめて、木曜日だけ。で、せっかくなんでということで、ハートランドですね、これ、ハートランド、えー。ハートランドのビールですね、ビールをこう飲もうかというところです。これを、えー、久々ですね、ハートランド。前ちょっと飲んでたりしたんですけど。 いしょあーハトランドいただきますああうまいですうまいうまいあーうまいですね実はですねこの週1回、えー、2日でもねもうまあ、まあ ちゃんとこう節制できてるとは思ってたんですけどもえ週1回にするこのきっかけというのがですねえダイエットを僕水曜日にこうダイエットの数値を測ってるんですけどもその数値がですねこう横ばいやったことが僕にこうショックというかねなんでやろうっていう風にこうちょっと思わせたことがあってですねほんでええだからえーっとね 体重が77.6ぐらいやって、だいぶ増えてきたと。で、今年のの、はい今年の正月ぐらいが74ぐらいやったんですね。で、77.67ぐらいやったんで、言ったら4キロ近くこう増えてる状態になってるんで、これはあかんなと思って、えー、1週間というか、まあ、5日間の食事改善をしっかりこうしたんですね。 しっかりして、ほんで、えー、水曜日に測ったらですね、また77.6ぐらいあって、もうほとんど数値が変わらない状態やって、これ、なんでやっていうことで、おかしいな、あんだけ食事改善して、もう去年やったらちゃんと落ちてたものが落ちてないなということで、これはしっかりちょっと原因をこう突き止めてみようということで。 あのどうしようかなとその原因をねどういうことが原因かなともしかしたらそのチートデイに食べ過ぎてんのかなとかちょっと考えたんですねチートデイがだから水曜日と木曜日なんでその2日間で食べ過ぎてんのかなあれ抑えなあかんのかなでも2日間はこう好きなだけ飲んで食べてでいい状態やと自分でこう考えたんで、えー、どうしようかなと思った時にスマホを見てたらですねちょうど体重計をこう測定したやつを こう残しておくアプリがあったんですね体重と、えー、体脂肪とかそういうのを残しておけるそういうもんがあってですねあそうやと毎日一回測ってみようということでちょっとこう測ったんですねハートランド美味しいすですで測ってですねでだから水曜日の晩にお酒を飲んで暴飲暴食して木曜日測ったら えー、水曜日の数値から木曜日の数値で1キロちょっと増えたんですね。で、さすがに暴飲暴食したから1キロちょっと空増えるわなあと思って、ほいで、木曜日もまたお酒が飲めるんで、暴飲暴食して金曜の朝に測ったらですね、なんと、その2日間でもう3キロ弱増えてたんです。で、なんのことはないと、3キロ弱増えたものを5日間の食事改善で減らして、 あのー、体重が横ばいやったっていうことをやったんですねこれはちょっとせっかくの食事改善がこれはあかんなということでチートでさそれはチートデーやからって言って食べてはいいとは言ってるんですけどもやっぱり食べ過ぎてたらそれはあかんわなということででもお酒を僕の場合飲みだしたらですねその食欲っていうのがこう止まらんようになるしそれをセーブすることができひんからお酒を飲んでる。 状態だと思うんですね。お酒を飲ん,じゃ飲んでる状態いうのはそういう、えー、例えば食欲をこうピタッと止めれる状態じゃないからこう気分よくなったりしてると思うんで。ということはもうこれお酒をこう一旦やめるしかないなと一日に変えるしかないなと一日の暴飲暴食であればですねそんなにこうまい、あ、た1キロちょっとぐらいが増えてそこからこう食事改善していけばゆっ たらちょっとはこう減るだろうというふうにこう考えてですね、で、今週の昨日ですね、水曜日の、えー、アルコールは飲まない状態にしたということです。ほんで、えー、5日間のその時の食事改善、だから3キロぐらい増えてて、5日間の食事改善も結構しっかりとやって、ほしたらやっぱり体重落ちてたんですね、水曜日、今週の水曜日測った時は。 1>, えー、1キロはいかないですけれど、1キロに近い状態で体重が落ちてたということで、まあまあ良かったなというふうに僕は思ってます。ほんで、水曜の晩も酒を飲まない状態にして、ただね、えー、5日間糖質制限の食事をしてたんですが、水曜日はもうご飯食べてってやったらですね、やっぱり1キロ近く、えーえー、今日ですね、今日の朝は増えてたんですよね。で でもねこうアルコールを飲んでの増えて,じゃな増えてたんじゃないんでまだましなんかなというふうに思ってるのと来週の水曜日はそこまでやっぱりこう食事をねこうガツガツしないようにしようかなそれはコントロールできるんですけどせっかくやからって食べたんでそれをこうちょっとコントロールしようかなというふうにちょっと考えていますだからあとこのえ1週間明日も体重測りますけど朝ね それでどういうふうにこう変化していくかっていうのをこう見ていきたいとでそのことによってどうなるかということですね。うん、それとね水曜日にやっぱりその水曜日の休み前にね、えー、お酒を飲まない状態にするとですねこう定休日今日の活動が結構楽にできるというかそのいつも水曜日飲みすぎて木曜日動くと結構 しんどい時もあったりしたんですけども今日はやっぱりそんなにそこまでしんどくないというかある程度動ける状態になったんでやっぱこの状態がいいかなとで今日はねまああのお酒を夜は楽しんでですねほんでぐっすり寝て明日からこう、えー、仕事を頑張るという形でいいかなとだから週1回その休みの日にこうちょっと飲んで それでこうリフレッシュするという形でいいかなと今こう1週間こう週1のお酒に変えてね週2から週1のお酒に変えて僕はこう納得というかこの方がいいなというふうにこう思ってます、うん、であのー、週2日2日連続飲んで3日目の晩が飲まないんですけどだから金曜日の晩が お酒を飲まないで寝るんですけどもその時にお酒を飲みたいとは思わないんですねもうお酒はもう全然いらんっていう状態ではあるんですけどもその寝つきがどうしてもちょっと悪くなるというところがこうあるんですね金曜日の晩はでそれがですね今週からこう一日のお酒だけアルコールだけになるんでどう変化するかなっていうのがちょっとこう僕の中で見てみたいとある程度こうスッと寝れる状態であれや あればやっっぱ週1回ののお酒っていうのが正解だったんだろうとでこれを続けていった時にどうかなというところですね。で、えー、よく言えば1週間に1回のお酒を2週間に1回だから月2回ぐらいのお酒を楽しむという状態にこう変えていってもいいかなと。でお金の面でもね、えー、週2回が1回になったらまあ言ったら半分になるんでね。 えー、お金にかかる費用も半額になっていくということで、えー、よりねこう美味しいお酒がを楽しめる状態になると1回でいいんでちょっとその分お酒にこう贅沢できるかなとで前から言ってるそのラフロイグのね、えー、スコッチですねウイスキーをこう買えるかなと思って買えるかなというか買いたいなというふうに思ってるんでうん。 その辺がねこれからこうどうなっていくか、まあ、楽しみというかどうだろうなとこう、えー、いい方向に行くだろうというのはまあ,ある程度分かるんですけどもどう変わっていくかなとそしてこう2日間こうお酒を飲むことによるその脳のダメージというかねそれをこうまたシラフの状態というかお酒を飲んでない状態にこう戻す時までちょっとね こう本当にこうキレキレののの状態に戻るのにちょっと時間がかかるんでそれが週1日だけのお酒になったらだいぶ早くなるんでえその辺もちょっとこう自分の中でどうよくなっていくかなというところでちょっと楽しみというかどうなるかなっていうふうに思っておりますハートランド・バイス、うん で今日はですねあのー、ちょっとティ,ティーチャーズも飲みますね一応休みの日はどっかこう出かけてですねこう見聞を広げるじゃないですけど何かこう見て回りたいと外へ出てのインプットというかそういうことをしたいと思ってて。 でまあ、家族がちょっと行きたいなーって言ってたところがあったんでその行きました、えー、大津市歴史博物館ですね、えー、そこへこう行きましたで今ちょっとこうミニ企画展って言ってこう大津へですね大津への展示をこうしているんですねで、うん、僕もちょっとね興味が軽くあってですねほんでこう行こうということで行ってほんでどうかなというところでこう 行行っっってみて、まあまあ、ってみかったですねやっぱ面白いですね。ほんでやっぱりこう大津へこう見てそれでその絵に対しての解説がこう書いてあってそれがこう連続でこうあるんですけどもそれをねこう絵を見て解説のこう文を読んでって言ってる間にそれをこう何点かこう繰り返してるとそこへこグーッとこう入り込んでくるんですね。で入り込んでその そこのこう展示のその世界にこう入っていくっていうかこうえ脳がこう集中していけるっていうかねそれがまた考えたらそのお酒をねえ昨日飲んでないから余計そういうふうに集中できるという状態になってるかなと思ってこれはいいなというふうにこう思いましたねだからやっぱりこうお酒を週一にしてこう休みの日だけ飲むっていう形を取るっていうのがこういいんだろうというふうに思いましたね。 来週,もね、来週はね、ちょっとこう、えー、免許更新にもこう行かなあかんかったりね、えー、いろいろこう、やることはあるんですけども、うん、で、まあまあ,あの、どっかこうね、いろいろこれから、えー、回っていきたいとは思ってます。で、えー、滋賀県立近代美術館っていうのがね、えー、滋賀県立図書館の横にあるんですけども、そこがね、えー、リニューアルしてですね、今、こうやってるんで、その辺もちょっと見に行ってみたいなと。 もちろん僕は美術のことはほとんど分かってないですけども最近ねちょっとその面白さをちょっと感じる、えー、去年のね、えー、いつでしたかねちょっとはっきり覚えてないんですけどもん去年去年ですね去年にこう行ってですねあの、えー、佐川美術館っていうのが森山市にあるんですけどもそこにねこうひ平山いこう展っていうのをこうちょっとやって。 って言って今常設でこいろいろんかやってると思うんですけどもそれをこう見た時にこう美術館ってちょっともしかして今まで一回も興味なかったですけどそれ見に行ってね、えー、面白いんじゃないかなっていうのをちょっと感じたんですね去年のいつやったか覚えてないですけどもそのさっき言ったみたいにこう平山郁夫さんの絵があってですね、えー、ほんでその絵に対する解説がこう解説がこうある。 絵があって解説があるっていうのをほんでそういうお金をしっかり払って見るとこやったんでその結構そのたくさんあるんですたくさんそれをあってずっとじっくりじっくりその、まあ、平山育夫さんはそのシルクロードですねシルクロードの道をこうずっとこうたどっていったそういう絵をこう描いておられるそういうのを展示されたんですけどねシルクロードのに関する絵を 大体こう展示されてその世界にシルクロードのその時の絵を見てですねその世界にこうどっぷり入ってですねほでずーっとそうやってやっていくとですねぐーっとその中にこう入っていったらですね気づいたらその出口になってパッとこう現実にちょっとある程度戻る状態になったんですけどもその一本のね、映画をこう見て。 映画を楽しんだようなな僕の中で感覚になった美術のそういう云々かんぬん僕わかんないですけどもその、えー、平山育夫展を見てですねその美術館に行ってこうぐーっと入り込んでいってぐーっと平山育夫さんのその世界に入り込んでいってぐーっとこう、えー、映画を一本見終わったような感覚で出口に出た時のこの感覚がすごく気持ちよくて。 えー、これはなんか面白いなというふうに思ってそのままその足でこう売店に行ってですね平山郁夫さんはこう平山ブルーと言われてこう青色をこう使った、ねえー、絵が結構あったんですけどもそれでこう、まあ、赤の、ね、やつもあって青もあったんですけどもで、えー、絵はがきでこうブルーのね、えー、そういうシルクロードをこう歩いてるそういう絵を買ってですねそれをこう トイレにこうう飾ってるっててるいう状態今ね飾ってる状態お店のトイレに飾ってる状態なんですけども、うん、非常にこうあれは僕の中ですごいインパクトがあったものですね、うん、で今日もですねその大津絵がすごくこう面白かったんであのー、大津絵のこうポストカードをね買いました、えー、8枚600円あってではっきり言って8枚はいらんなと。 1> で1枚で売ってないんですかって僕そのスタッフさんに聞いたらいやもう8枚セットになるんですっていうことででもその僕の中でその8枚で600円を出すというよりは1枚で例えば100円200円の方が良かったんですけどもまあまああのこのまま買わずに家帰るのとここで600円払って。 でそれれを手に入れるどっちがいいかなっていうところであの,のもう600円やからなもうここは払っちゃうとその JAF であの入場料がちょっと安くなってまあ何十円かね安くなったしそういうのもあったからまあここは買おうと思って買いましたで買ってまあまたちょっとこうそれを飾るセットをしてですねトイレに飾ろうかなと思ってます大津へ。 大津のね8枚なんでねそれを8枚は飾れないですけどもなかなか面白いなと思ってるんでまあ8枚トイレにバーッと飾ってしまうっていうのも一つの面白さではあるかなとそのずっと飾るとかじゃなくてですね一旦こう大杖見に行ったんでこうその8枚バーッとトイレに飾っていくっていうのもちょっと一つ面白いかなと思ったりはこうしてます。それかなんかこうね えー、展示できる何かがあればいいんですけどもなかなかそれは自分の店の中で難しいかなと思ってますけどもできればいいかなと思ってますけどね、うん、大津絵はやっぱ見てちょっと面白かったんでっていうことですね、うんまあ、滋賀県の方は滋賀県の方じゃなくてもいいですけども えー、まだまだ全然やってるんでその大津市歴史博物館行っていただいたら330円でこうね、えー、それ見れますんでで上でね2階であの名前ちょっと僕分からないんですけどもそのなんか書道とかいろんなものをねこうやってるそういう展示をされて無料で見れたんでそれはそれでまた良かったかなというふうに思います。で 友情出演としてですねスカーレットの、えー、主人公のモデルになった高山なんとかさんっていう人の、えー、何かこう賞みたいなもんも賞ねを書いておられたのも展示されてました、うん、でああいうのも面白いなというふうに思いましたね、うん、でちょっと、えー、今日は日本酒売ってなかったんで今日は和弘、えー、和弘まだちょっと残ってるんで和弘を今日飲みたいと思います そうここで気分を変えて、えー、日本酒いきますね日本酒ねもうなくなってきましたねしあなんか力抜けてき,てきました力がずーあーもう完全に抜けてきました感じ,感じですまあだいぶ酔っ払ってますけど日本酒いただきます和宏あういまいです 今日ちょっと久しぶりに、あのー、リカマンに行ってですね、最近日本酒でこう、えー、個人商店のこうおさ酒屋さんにこう行って日本酒を買ってたんですけども、えー、久々にというか、まあえー、父親の、ね、こうビールを買っておかないといけないんで、それはこうリカマンに売ってるんで、でリカマンで、えー、2ダースですね、えーえー、2ダース ?24 本。 24巻ですね24巻を2セット、えー、2ダースになるえさんなんかわかんないですけどそのその分を買って48本48巻買いましたねでその時にこう48巻買ってティーチャーズのいつも買うやつも買って仕入れてですねほんでハートランドも買ってですねほんであ万全やなと思ってほんでレジに行ってこれでうんあのー、十分またあのたっぷり買ったし もうこれでで満足してたらですね、えー、そこのスタッフさんがねこういうのやってるんですって言ってね、えー、ジンビームをねこう進めてきてくれはったんですねジンビーム今お得ですよって言ってこう進めてくれはったんですけども僕はティーチャーズ買ってたんで、えー、まあバーボンではありますけどもジンビームんーどうしようかなと思ったけどまあまあちょっといいかなと思ったら横にねこう日本酒もこう進めるやつで置いてあってですね で、これなんですかって言ったらこれ何々何々って言ってこれも限定でって言って言っ,たはってそれが1200何本1300円ぐらいあってでその日日本酒を買おうとほんで小川酒店ねえっ、ー、と浜松の小川酒店さんにこう行こうと思ったんですねその大津市歴史,歴史博物館に行った帰りにですね帰りに寄れるんでそこ行こうと思ってたらですね そのリカマンでねこう勧められたんであほなもうこれで1300円ぐらいリカマンのこう低価格帯というかその安くで買えるお店で1300円する日本酒、えー、4号瓶、ね、で1300円するやつなんでほしたらええかと思ってこれなもうせっかく言ってくれたはるしと思ってうん買おうと思ってその。 で、買いますって言ったら、なんかこう、くじ引いてくださいって言われて、なんか当たるかもしれないくじ引いたらですねえ、チーカマが当たったんですね。あの、チーズの、うん。チーズかまぼこみたいなやつ。チーズ、チータラや、チータラ。チー、チー,ズチータラってわかりますかね。それが当たって、おラッキーと思って。で、中開けてもうて、また同じようにこう、くじがあって、引いて当たってたらもう一本サービスですということで、もし当たったらもう一本、あの、えー、日本酒の、 えー、日本酒のというか、日本酒、同じ日本酒がもらえるということで、大丈夫ですかね。ということで、えー、非常に、えー、ありがたいと、ま,また当たれば、また、えー、その日本酒を飲むということで、今、結局ね、今、和弘ですね、和弘、もう今日でこれなくなります、和弘と、えー、先週あの、ぼやきで言った、 その今日買った日本酒でもしくじが当たってたらもう一本もらえるということでうん日本酒は万全で僕は酒を週1回なんで、えー、そこまで減っていかないんでだんだんこう買うそのペースがちょっと半分になりますから、えー、非常にこういいものをねこうしっかり買えるかなと。 前やったらだから1500円で買ってたやつで1500円1500円だから3000円かかるところが半分になるんで1500円買ってたら2000円ぐらいのものを買えるようになるとそれでも前より1000円安い状態になるんででティーチャーズもこう1000円ちょっとですけどもそれをこうえちょっとこうちょっと貯めといてですねほんでラフロイをねこう 1>, だ1週間の売り上げの中のお店の売り上げの中の1,000円をねこう貯金しておいてで1ヶ月で4,000円貯まります4週間で4,000円貯まるんでその4,000円でラフロイグをちょっと買おうかなというふうにちょっと考えてますやっぱりせっかくこうねあの週1回にしたんだからそのラフロイグの,そのお酒をこう楽しみたいなとで2杯目以降はねティーチャーズでこう楽しむっていう形にこうしたいかなと。 いうふうに僕の中でちょっと考えているということで、まあ8月、9月と、その辺ぐらいからこう、お酒、ライフがこう、濃くなっていくかなと。うん、飲む時間は短い,い、半分になってますけども、えー、飲めるその楽しみというか、美味しいものに関してはレベルが上がるかなというふうに思ってるんで、これからがこう、いろいろね、良くなっていくなと。で、脳の状態がこう、バージョンアップしてね、どんどんこう、良くなっていけばですね、 えー、だいぶ活動パフォーマンスが上がっていくんでこれからですね僕はねこれからどんどんやっていこうかなという感じでありますまあ何喋ってるかよく分かんないですけども、えー、今日は、えー、これぐらいで、えー、あもう25分喋ってますねということで、えー、今日は終わりですありがとうございます